なんかね、天気でね、関東で燃えるような赤い夕焼けが観測されたそうですよ。今日、うん、あら雨の予兆が。え？どこだね。ここに松岡修造さんいんじゃん。真ん中にさ、ずっと松岡修造さんいるの。それ真っ赤になるよね。そうだよ。本当だ。本当だじゃん。っていうかさ、最近の天気予報がさ、松岡修造さんのせいにしてるからさ。まあ、確かに。雨降るからってさ、自転車じゃなくて電車に行くんだけどさ、大体仕事終わる時間にさ、雨降る予報だからさ、傘持ってくんだけどさ、やんでんのね。そうそうそう。お、なんだお前マジでって思って。なんなんだろう、最近の天気予報って。まあ、梅雨ですからね。そろそろ。もういや、もうさ、大前提さ、梅雨って6月とかじゃないのって思うんだよね。でもなんか、今回7月のそこそこまで梅雨らしいよ。なんだけどさ、今年さ、季節おかしくない？で、5月に夏になってね、まず。暑かった。暑かった。だいぶ暑かった。で、6月涼しくなって、今梅雨でしょ。なんかね、順番違うんだよ。で、これあれだよ、本番来たら、多分、バタンバタンみんな倒れるよ。逆じゃない？8月になったらずっと雨かも。逆に暑すぎて。暑すぎて。8月ってさ、雨降って、プラス雷すごいじゃん。あー、そうね。そうね。話を始めてよ。あなたが一番生き生きしたラジオやろうぜって始めて俺が言ってからさ、何人も言ってるのにあなた携帯見て話に乗りなさいよ。いや、先生のやつ探せたんだけど見つかんなくて。いいよ、聞いてる人誰だか分からないから。どの先生？うちらの、高校の時の。まあ先生。先生っていうか、まあ、プロの、プロ。プロ？楽器のプロ。うん。はい、ということで、ほこんにちは、リピテンです。あこさんです。レルです。はい、ミキです。さあ、ということで、今回59回目でございます。59歳。59歳の拳で。パーン。よし。ね、まったりが鳴ってくれた。じゃあ、このタイミングでよしってしまった。よっしゃ。ということで、はい、はいはいはい。今週、まあ何かでかいことがあったといえば、まあまあまあゲーム大好きだったらね、まあ耳はしてるんじゃないかと思いますよ。まあ、APEX のシーズン2が始まって、武器調整がガラリと変わりましたと。20GB 必要だって言ったら 8GB だったっていうね。嘘じゃねえかよ。ほんとですね。びっくりした俺。20GB バンってよし、これで OK だって言ったら 8GB しかいかないもんだから。プレイステーション4が 8GB で、XBOX が 26GB で、で、パソコンが 13GB だったらしい。XBOX がでかいんだね。そう。なんだね、ちゃんとした 20GB はね、どこも取ってない。XBOX 超えるし、パソコンもプレフォーも下がるし、予定は 20GB だったんだけど、あれなんだね。なんでだろうね。調整したらちょっとギガ数抑えられたんだもんね。まあ、とりあえず 20GB 上げたから多分なんとかなるよって言われますね。なんとかなるよって言ったらさ、XBOX ONE の人たちがさ、クソ足りねえじゃねえかって。足りないしこっち行かなきゃ。そう、なんだかよくわかんないけど、まあまあまあ、APEX の方がね。あ、先生、あ、俺これ見たわ。なんか流れてきてた、多分ライス3回くらいやってるね。蹴るな、ペットボトルはそんなに。そう、あとまあ流行り的にはそのペットボトルチャレンジみたいな。ああ、蹴って蓋飛ばすやつ。そう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 、外すやつか。そう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 。まあプロのね、俳優さんたちがバンバンやってあったけど、ハコさんから見て面白かったのはデッドプールの人が蹴って、そうそう、思いっきしビンゴと蹴ってパリーンって割って、こうやってなりながら扉からこうかちゃって、後ずさりして扉から出るっていうのやってちょっと面白かった。あの人だからこそいい。そうそう、結構話題のが多かった。それとか、まあ、ステイサムさんやってたじゃん。やってたね。あの人マジですごいね。超ジェイソン、超綺麗と思って。だってさ、普通のさ、ボトルよりもさ、なんだろう、キャップのところさ、ちっちゃいやつやってたじゃん。そう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 。しかもボトルが揺れてない、ほぼ揺れてないっていう。あとさ、言うてみよう。そう、俺一番びっくりしたのはさ、今週じゃないよ、今週じゃないけどさ、サザエさんが舞台化するやつ見てさ、知ってる？舞台化？ほら、舞台サザエさんってのは。ちょっと見せなさいよ、誰がやるのか見せなさいよ。あ、タマめっちゃそっくり。ひなひなたたかの。タマめっちゃそっくり。だって猫だもん。タマはタマじゃねえ。だからね、松平健さんでしょ、確か、あんな見えねえ。そうだね、松平健さん。俺俺あ、
しかも俺はちょっとスパイダーマンのさ、お尻カーン、あれ思い出した。真夏さんが出るじゃない。そうダブルキャストなんだここは。そう、斉藤京子さんと、フグタ太郎な、こんな顔じゃないでしょ。なんかあのなんかさ、無理じゃない、イケメンすぎるんだよね。ね、まあなんかね、舞台もそうだし、実写映画もね、なんか先するって話もしてたじゃない。まあ、やっぱそこら辺が最近、まあ結構盛り上がりがあるはあるっちゃありますけども、でもやっぱ、サザエさんはね、やっぱこの人だなっていうイメージだわ。サザエさんは藤原紀香さん。ああ、そうね、この人、なんかのやつで一回サザエさんの格好してるんだよね、確か。でもこの人のイメージ、なんかちょっとエロい女優のイメージしかないからさ、あ、セクシー女優。そうセクシー路線のね。そうだからさ、サザエさんかと思った時にさ、おお、船まんまただのおばあちゃんや。言うなって言うなって。いや、タマがマジタマすタマさ、タマの猫の名前ちゃんとあれじゃん、酒井さんじゃん。もうちょっと名前書いてるよ、酒井って。酒井直人さんのタマなんじゃん。酒井敦也さん、酒井敦也っていう猫なんだろう。猫なんだろうね、敦也くんなんだろう。ほら、酒井敦也こっちに来い。うーって言うのがすごいなんか警戒してきた。そんなに来たな。であれ、こっちに来なさい。なあ。そう、逆にタマはさ、アニメだとさ、やっぱその、まあ、こっちが書いてるからさ、いろいろやってるけどさ、舞台化したらあいつなんかのやってる最中どっか行くんじゃねえかと思うんだよね。ね、あのこたつの中でずっと寝ててもらわないと困るでしょ。そしたらあの観客の88割ぐらいがまた旅持ってこうやって食ってた。舞台で思い出したんだけどさ、俺がやってるさ、アプリゲームあるんだけど、それの舞台がやってたんだけどさ、店のそばだったんだよ、やってた場所が。あそこ、あの目の前右前のやつ、ね、そう、うん、あそこでやってたらしくて、はぁって言ってた。あそこ、なんつったっけ名前、博品館か、博品館劇場、あのおもちゃとか持ってるところ、あそこで やってるって聞いて、うん、はぁって言ったっけ。あそこはね、結構やるよね。あのバナナマンさんのイベントもあそこでやってたし、見に行ったし。俺も舞台見に行ったしね、あそこ。ちっかって思って見に行こうと思ったけど、いやだよ。落ち着けあったかな。それ何のアプリのやつ？タガタメのアルケミストっていう。アンパンマンか。アンパンマンじゃねえって。お前はとりあえずアンパンマンゲームやめろ。俺は面白かったんだよ。で、さっき映画見に行く、あの西尾映画見に行くんで、何見に行くの？そのタガタメ見に行くよって言ったら、アンパンマンかって言って、アンパンマン見に行くんだってってお母さん言ってさ、で、その後にさ、テレビ見てたらさ、アンパンマンがさ、映画でやってんの。ちょうど映画でやってたからさ。ギャグじゃなかったと。やべえ。俺ギャグでアンパンマンっつったらさ、本当にアンパンマン、本当にアンパンマンやってたんだね。本当に寝る3回で、下手したらアンパンマン見に行ってんじゃねえかって思った。そんなことはない。ついでに見てそうだよね。ついでに片目見て終わって感動に余韻に浸りながらアンパンマン。それ超面白いな。アンパンマンってやっぱイントネーションが面白いんだろうな。しかもあれだよ、ちっちゃい子じゃないからこの年だよ。そうだよ、この年でアンパンマンって叫ばなきゃいけないから。バイキン漫画かもしれないから、これ。アヒフヘホって言う。あ、違う。これなんかいろいろ違うんだ。なんだ今。それ今伸びたくんじゃねえ、それ。それ今ドラえもんが。ドラえもんだよね、ドラえもんの伸びたくんね。呼ぶときだね。ねえ、なんでさ、っていうかドラえもんさ、呼ぶときさ、一回グフフって言うんだろう。伸びたくん。まあ、いっぺんバカにしてるんだよ。いっぺんあいつを、そう、いっぺんバカにするために一回笑うっていうシステムを使ってるだけだから。そう。いやー、というのね、なかなか人好きするな。これが投稿されてるのが14日7月の半分でございますけど、まあ今ね喋ってるのが5日なんだよね。7月の始まったばっかという。始まったばっかですよ。あ、そう考えたら年半分じゃん。そうだよ、もう今年の半分目だよ。もう後半いってるよ。後半、こんにちは。じゃあこう、7月ということで、はい、ね、中尾の大好きな目が始まりまして、まあ、ミキもね、帰りに行くって言って、はい、あの今4枚、手元にあってこう確認したところ、被っておりません。あと3枚集まればもう終わる。え、何が出た今？ですね、まずルフィ。シークレットは言っちゃダメだよ。シークレットどんなやつか。シークレット1枚と、うん、ロビン、フランキー、で、シャンクス、うん、シャンクス、まあ、これどちらかというと今、情の内だよ。俺的にはアーロンなんだ。城の内だよ。まだは残り3枚、残り3枚が出てないのがシークレット1枚と、シークレット1枚とブルックは、ブルックは前にある、チョッパーもあるから、そこです。
そんな気になると思うけどな。ですね、出てないのはナミ・ロビンが被っあの一緒になってるやつと、うん、あとエースか、ナミ・ロビン、エース、ナミ・ロビンとエースとシークレット。なるほど。それがあと、それば、それば、あの今回の中尾のカード全部揃う、はい、コンプリート、えぐ、アクリルスタンドはね、もう揃ったんで、はい、うん、ピリオだったら返金されるからね、コンプリートしてあのダブった分返金してほしいぐらいダブってるから。いやもうそしたら SAO の時とか沼だったからな。そうだね、忘れないからな、マジで。あの全員わーいな、わーい、死ぬだけ出ねーでもさ、そう考えてもさ、あの今回のワンピースは力入れすぎたよね、うん、SAO と比べて相当食ってるよ。食ってる、食ってるよ。まず出る枚数が違うって。え、何枚持ってる？全部合わせて1から3段今持ってる。でそれでいわゆる今俺らどれぐらい値段、ね、値段で食った値段やったかって分かるわけだから、まあ、一番安いやつで食ったとしても、まあ、必要だったら1枚660円、まあ、約700円とかですね。はい、でも相当食ってるわけだから。どうだよ、アクリル合わせれば1000超えしてるわけだし。そうやばいよ俺らで。7月はもう石井さんやばいよね、さバイオに聞こえな。いや、まあまあ、間違ってはないよね。熱っ、熱いな。え、なんかすごくさ、デッキ作れそうじゃない。戦えそうだね、もうなんかワンデッキできてるもん。俺のターン、ドロー全部一緒今回ね、そのワンピースの中尾コラボ第3弾まで来て、はい、まあ、そうだね。あ、そっか、でもあれだ、1枚あれか、あのおまけでもらったやつもあるもんね。そうだね、その運営さんがミスって入れ忘れた、ミス、まあ、あの店側がね、ティーム忘れたっつって電話して、で、あのこっちのミスなんでっつって1枚多めにもらってね。じゃあ1枚抜くとするよ、うん、35枚、35枚、 700×35 しょ、一応、うん、まあ、2万1000、うん、2万4000円か。で、その中にアクリルスタンド4つ、ルフィ2個と、それってカードももらえるでしょ。もらえる、もらえる。だからルフィ2個と、エースとサボだから合計4つ1000円のやつ作ってる、うん、俺は。29を、700をかける29して、で、あと4を1000円すればいいよね。29じゃない、31じゃない、35枚あるから。35枚か、うん、なぜかアクリルスタンド1枚俺のところに来たから。で、プラス4000円だとして、まあ、2万5000円だね。ってますね、これが2万5000円、約2万5000円を食ってるんだから、これをだよ、こうこうでパッてやった、ファッてやった、2万5000円になるわけじゃん。2万5000円返ってきてほしいね。キャッシュバックもさ、キャッシュバックだよ。いやでも、まあ、それぐらい今回力入れてるってわけだからね。かぶりまくってますから。なんだ、なんで、ソードアートオンラインの時ってそこまでいかなかったんだろう。ソードアートオンライン行った方だけど、これと比べたら半分ぐらいじゃん。確かに、まあ、でも数が枚数がだって、そう、第1弾、第2弾、第3弾とかじゃなかったじゃん。そう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 、1ヶ月でこれだけだったから、そうそう、だったから、やっぱね、期間が短かった。期間短くはなんか1ヶ月ぐらい、丸々1ヶ月ぐらいやってたけど、確かあとはね、シノンだけだったからね。で、ね、シノン以外がずっとダブるんだよね。で、ね、もう買ってさ、みんな分買ってさ、シノン行こうぜ、やっぱ私のネタ入ってってこと、そうだね。そう、一応全部コンプリートしました、はい、あれはでもシークレットもなかったからね。そうね、いや、中尾さんのね、あの考え方がやっぱ頭いいんだと思うんだよね、コラボの仕方が、うん、そうそうそう、いいとことコラボするんだって。だってすごいとことコラボしてるわけだからね。そうだよ、主演者のコラボだよ。だって中尾さんでもいいわけじゃない、うん、別でもいい。でも別はさ、しないじゃん。やらない、別はコラボしないじゃん。だってもともと、もともと言えば中尾といえばさ、水木奈々さんが結構、そうだ、ほぼイメージキャラクターじゃない。ナレーションいつもやってますからな、うん、そこはな、強いよね。強いよ、あのどちらかというとさ、声優もそうだし、なんかそっち方面の人たちが結構コラボに入る人、うん、エヴァンゲリオンもやってたし、やってたね。エヴァンはちょっと興味なかったから、ね、興味なかったから全然あのエヴァンファンの方にはちょっと申し訳ない、我々の心に響くものがなかったということでね。だからなんかわかんないけど、どっかにアスカがいるから、この部屋、さっきこのね、この本棚のね、どっかにね、あんたバカの時の絵シーンがあったんで、なんて
なんでそこだけなんかあると思って、いいらねえと思ってスッと戻した。どこにだよ。いやー、わかんない、どっかやったな。エヴァンゲリオンはね、どうしても見てないんだよな。よく集めましたね。せめて、あと4回食いに行きたいな。あと4回食って、あの、全部揃ったら、あ、こっちも4回食って全部揃ったら俺はめちゃくちゃちょうどいいな。なぜか、なぜならちょうど40枚になって、そのなんていうの違うわ、戦えねー、ワンピースコラボの、うん、器あるじゃない、それがちょうど4つ、お盆じゃねえわ、茶碗そう、どんぶり、どんぶり、そうだ、もうあのね、何個、4つ目になる。だから俺も、俺リプ名前変わったからね、言いづらいよね、こう考えると、うん、とあとお母さんの3人で1回もう応募してるから、あとね、あと4回食えばあともう1個もらえる。ちょうどね、切りよくしたよ。そうだね4回か。まあでも明日もし4人で行くんだったらね、でその4回で揃えば、ネルさん金ねえんですよ、ネルさん払った、あれ、その4回で揃えば俺的にはちょうどハッピーエンドだね。明日じゃあ行くか。よかろう。さ、俺思うのがあるの。絶対沼に最後の最後。でもできればね、生放送、昼の生放送前に行きたいなっていうのがあるから、ね。だから10時。9時。9時半ぐらいですか。9時半ぐらいに。とかもお持ち帰りでいいけどね。ああ、それもいいけど。いや、食おう。あっちで食いたい。うん、出来立てを食べたい。そう俺最近あっちで食うときね、チーズ牛丼あるじゃない、あれチーズ牛丼だよね、親子丼チーズ親子丼か、あれ、うん、チーズ親子丼単体だとあんま美味しくないのよ、あれ、うん、チーズ親子丼に卵を、卵じゃないの、あれ違った、卵はね、なんか来たんだよ俺がね、この前ね、そうそう、いや、もう気持ち悪いと思いながらさ、卵入れたんだけどさ、うん、で、たださ、違うんだよ、プラス牛丼の波でもいいから牛皿を入れるとうまい、うん、あのね、あれなんだかわかんないけどね、親子丼ってチーズじゃん、うん、なんかわかんないけど、どっちもね、なんか主体に感じないの、食ってて不思議だよね、なんかね、多分ね、その親子丼のなんだろうな、その親の方があまりにもね、いないの、なんかさ、あの、いわゆる肉の方ね、肉が全然いないのよ親ちっちゃくない、親ちっちゃい、子供が広いのよここが広く厚くさ、そうそうそう、覆っててさ、そこにチーズがパサッているからさ、親の腹から出てきたと思えないぐらいの広さだからさいや、あまりにもさ、親隠れすぎじゃないっていうのがあったから、親がくれ、うん、パチンコしてんのかもしれないクソだよ、クソ親じゃねえか、だからそれだからさ、なんか主体が欲しいなと思って牛皿の波でもいいからバンって入れるとちょうどいいのね、そしたらあの親の代わりの肉が来たと、そうそうそう、すごいよね、動物まず行かせてね、もうね、もうサファリパークだよ牛丼俺の中です、すごいね、で、プラス唐揚げなんかあるからさ、そうね、うまいよ、親子丼の親子だから、そこにまた親子がいるから、親子じゃないか、親だよ、すごいよね、あれじゃない、親に、そこ、こっちの親に全部取られたんじゃない、サファリパーク、すごいね、ツイッターにさ、このコラボのやつを調べたの、うん、ワンピースコラボでさ、調べたらさ、3、4週間前のやつかな、調べたんだよ、うん、したらさ、ワンピースコラボが始まってるから、中尾に行ってカードもらってきた、まあ食べ物は食べずに捨てたけどねっていうツイートがあった、ゴミじゃん、マジで、うん、あれだよ、あのなんていうの、お菓子でさ、びっくりマンチョコあったじゃん、カードも取ってこっちお菓子を捨てるっていう、もう現代というインスタと一緒ですよ、そうだよ、飲み物買った、タバー飲み物買った、カシャ、インスタ映え、バーンゴミだよな、そう、金を無駄にすんなよ、それだけでさ、もうさ、一日の一食分というか、まあ一日分のさ、飯食えるんだからいいじゃないかっていう、なんで捨てる必要あんのと思っちゃう、ね、嫌いなら、嫌いなら買うなよ、インスタ映えとかじゃねえ、バカじゃねえのって思う、そうそう、インスタ映えでさ、そのマスコさんのさ、テレビやってたやつがさ、うん、なんか見たことあると思うけど、あのデザートのやつでさ、うんうん、あのスイーツバイキング、はいはいはい、バーって撮って写真撮って食ったの1個だけであとは廃棄するやつが多いって言って、そのおかげでやっぱそうなるとスイーツの値段がどんどん上がってくっていうので、うん、そのスイーツバイキング行って食べてる男性の方がいたんだけど、そういう人もよく行ってたんだけど、値段が上がっちゃったせいで行けなくなっちゃう、あんま行けなくなったって、マツコさんのブチ切れ具合でね、
いや確かにそうだよ、食べ物をお粗末にしちゃいけないっていうのはまあ前提じゃん、うん、前提で、だって大戦ってそれってさ主じゃないじゃん、カードって。そうだよ、おまけなわけじゃん、おまけなわけだから、だからなぜ主を捨てると思う。そうそうそう、それを食ってもらうためへの提供なんだよ、それは、うん、ってマツコ・デラックスさんが言ってた言葉がツイッターによく流れてくるからさ、うん、あのインスタ映えで可愛くなると思うがおめえ自体はブスだっつって。そうそうそう、仮の姿だからね、映ってるのね、うん、恐ろしい話だよ。よくないよね、なんでそう捨てるんだろう、ものだろう。いや、教育の問題とかじゃなくて、大前提そのしつけの問題だからさ、教育まで行ってないさ。だったらさ、せめてさ、一人さ、めっちゃ食べる子連れてってさ、インスタのやつ撮りたいんだよね、つばーって思ってて、インスタ映えやつこれ食べて、あーありがとうがーって、それ分のお金全部払ってあげるなら別にいいの。そうそうそう、これ欲しいからさ、一緒に行かない、あ、なんか私は私半分しか食べれないから私の分もちょっと食べてよとかさ、ね、すればいいじゃない。俺一緒に行ったら、何インスタの涙で全部じゃん、撮る前に全部食う。いただきますバーズ。じゃあ取るね、分かった分かった。俺ね、結構忘れちゃうんだよね、飯をあの写真で頼みましたって言った時に、うん、写真を撮るのを忘れるのね。いただきます写真撮るよりも先にさ、食いたいよね、写真より胃に生かしたいっていうの、ね、写真に収めるよりか胃に収めたい。火で撮ったのと、うん、これくらいだね。あー、ステーキのやつ俺日常的に撮るからな。俺あなたはね、俺日常的に撮る。それはいいと思うよ、その毎日のあれっていうのは。今日の俺この携帯の一番初めの写真、あの画像が綺麗に撮れるっていうのでちょっと凝って撮ったやつ。すっげえな、なんそれ。ハンバーグ、デッドバイハンバーグ。ほら、リフテン、おリフテンってさ、あ、いいね、別にリフテン、これ良くない、いいよね。俺一生懸命使われだった。めっちゃミキの顔がブレてる。何それ、あったね、あったね、それありました、ありました。あ、そんなこともありましたね、懐かしいよ。あとこれだ、あの何それ、辛いやつで、辛いやつ、冷凍食品。あー、蒙古タンメンの冷凍やつね、うまいよな、汁なし担々。あと、こっち側はあれだ、ゼルダだ。ゼルダ、これもブレてる、時の辛いやつ。リンク顔面すごいんだよ、どうしてそんなにマサソウとブレる。この間さ、マック行ったんだよ、うん、なんかさ、ずっとさ、うん、コーヒーがさ、あの後ろの席にね、人が帰って20分ぐらいしてふっと振り向いたら、そのこいつずっとあんのね、おきっぱいにしちゃったの。えっつってなったんだよ、確実に忘れ物なわけ、ずっと置いてあんのよ。ほら、何これ、持ってたよ、めっちゃ綺麗に撮れてるでしょ。お好み焼き、お好み焼き、お好み焼き、いつ行ったのそれ。これ結構前、お前、友達と、うん、めっちゃ綺麗に撮れてるでしょ。あ、じゃあほら、この間の勤務時間、勤務時間、625分、630分、ちょっとおかしいだろ、休憩時間30分、630分、ほんとだから、あれだね、10時間半、10時間半労働して、休憩時間が30分、10時間、11時間店にいるっていう、労働基準を破りましたね。めっきりぶち破りました。そう、ね、イエーイ。いつも通りです、そこのお店、クビ。まあでもまあそこそこで時給もらえちゃってるからね、最近は。あとあれだな、俺飯関係だとブルドッグだな。ブル、俺はブルドッグ、なんだっけ、この写真で見るとすげえ綺麗、馬太郎。ほら、もうズームすると超美味しそうだな、このハンバーグ、うん、ズームしなきゃ美味しそうじゃないのか。ラジオでね、あのブルドッグのあれがあるので、ぜひ聞いてください。聞いてください、ぜひぜひどうぞ。聞いてください、here。これさ、これ見て、カラ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 ニンニク、豚骨醤油ラーメン、あのこのカラ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 ってこう5個あるじゃない、うん、これ1個もなかったから、辛くなかった、うん、全然ひどい、あま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 あだもんね、あま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 あレンジャー、クソじゃん、真実はいつもじっちゃんになりかけて、いやい、わけわからないよな。ゴッコロだな。まあ、携帯の中見てみると面白いもんだ。あ、待って、何の話？わかんない、わかんない、どっから来たんだっけ。飯の話だったかな。あ、飯の話だ。俺が写真撮らねえって話から、見た携帯をガチャってやっていろいろ見始めて、ネルさんの携帯消し、写真フォルダ消し始めてる。いや、だっていろいろいらねえやつばっかなんだ。確かに、俺もパンプンだからな、ちょっと消しておこう。タピオカこれだからね、SEO はね、 SEO ね、そうね、すごい飛んだね。あ、そうだ、最近の流行りってそういえばタピオカかね。
何が美味しいのあれ。いや、でんぷんだから。え、食感、味はない。食感、あ、味ないのあれ。あれ自体に味ないよ。味はないらしいよ。うん、味付けだからミルクティーに入れるからこそ、あの食感とかもちもちしてとかだけど、ないらしいです。ミルクティーの味がする、もちもちした。何がすごいんでしょう。二郎系ラーメンと同格です。二郎ラーメンと同格なのあれ。うん、あの家系じゃないよ、二郎だよ。あの二郎なの。タピオカ、うん、タピオカだけだったらまだいいんだよ。オブリン二郎系だね。そう、あの飲み物にタピオカも入ってるから、あのかさ増しされてやばいことなの。ええー、あのタピオカってでんぷんなのね。だからめっちゃもちもちしてるじゃん、すんげえ吸うの、ね、そうするとそれ1個だけですごい量になる。そうなんだ。あのね、タピオカ嫌いでよかった。タピオカに、タピオカをラー油につけて食べるとザーサイみたいな味して美味しい。その食べ方めっちゃいいらしい。不思議な食べ方をするね。まあこれあの、これまああのあれだね、あの MSSP さんたちがやったやつだね。タピオカをいろんなものにつけて作って食べて。最近の流行りものっていうのさ、見てみるとさ、よくわかんないよ。何がいいんだかよくわかんないもの多いよね。なあ、タピオカってさ、正直いや、俺まあちょっと飲んでみたい感もあるよ、確かに。まあね、まあ、どんな食感でねっていうのか知らないもんだからさ、まあちょっと気にはなるけど、買いはしないよね。買いたいと思うんだよ。俺絶対買いたくない。1杯いくらか。だって700、800ぐらいするよ、普通に。あれだって二郎ラーメン食った方がちょっと安い。まあ、じゃあ高いな。あのこの前さ、この前とか新宿でさ、ほら、あのマタロフ行ったじゃん。うまい。あのビッグカメラの近くにタピオカ店があったのよ。そこにね、ぎっちり人いたからね。ビッグカメラよりの中より人いたかもしれないぐらいで、かわいそうに。かわいそうだね、ビッグカメラすっかすかだったもん、逆に。おかしいよね。いや、まあタピオカを悪く言うつもりもない、まあ、ないけどさ、あのね、ぜひぜひね、皆様ね、タピオカミルクティー飲むのは構いませんがね、残さず飲めよ。そうそうそう、約束だぞ。まず大前提なの、大前提に食べないという、粗末にするなっていうでね、友達に捨てるやついたらね、言ってやれよ。お前本当にしつけながだってねえなって。今石野さん脱線、残さず食えよーって大泉さんが出てくるね。残さず食えよー、辛いかい辛いかい。もう違う違うになっちゃう。うん、もうそれしか出てこない。わかるわ。タピオカの発祥は代官山なんだね。代官山がそのタピオカミルクティーもそうだけど、そのやっぱスイーツとしていろいろ出してたんだね。タピオカがダメだ。でもあれだ、400円とか500円だ、高えな。だったら多いお茶5本買えるわ。モンスター2本買えるじゃん。絶対そっちの方がいいよね、うん、タピオカの何がいいんだか分かんないよ。まあでも食感だろうね、一番は。うん、だってさ、見る限りカエルの卵じゃん。そうなんだよ。言うな言うな、カエル絞ればいっぱいタピオカ出てくるよ。言うなって。アシタイの裏でさ、カエルさ、設置してさ、うわっって出させるからさ、それでさ、ドゥル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 って出してんじゃない。言うなって。いや、間違いないよ。言うなって。信じるか信じないかはあなた次第です。信じたくないね。信じてほしいね。あー、ハコさん残念。うん、それも流行ったよね、そう、チーズドッグね。チーズドッグ、それをチーズドッグ、ハコさんが作っちゃったっつうのか。あれはうまかった。だ、正直チーズドッグを販売してるところのチーズドッグ食ったわ一回。うん、食ったね。食ったけどハコさんの方が美味しかったね。やっぱ腕が違いますよ。チーズドッグ美味しかったね。チーズドッグハコさんが作った方が全然うまかったな。全然うまい。あそこより。なんだろうな、残念だな。なんかね、期待してるものとさ、なんか違かった。違うよね、最近ね。でもさ、なんかさ、こういうのってさ、見よう見まねで作ったらできるよね。ハコさん作ってるね。食いないんだよ、そこ。また？いいよ、だってチーズ残ってる。あ、裂けちゃうチーズ？裂けちゃったチーズ残ってる。あとあれか、ウィンナーがやるか。裂けるチーズ？つっても裂けちゃう。俺、裂けるチーズじゃない別のチーズ作りたいんだよね。何？スライスチーズ。スライスチーズとか。え、でもさ、伸びなきゃダメでしょ。そうそう、伸びなきゃダメだから、俺考えてるのは、チーズを一回溶かして混ぜて、こう伸びるようにして、もうそれにつけて。何のチーズでもできる？それできると思う。俺あれやってほしい。あの持ってこうさーってチーズドローってるやつ。あれは高いやつだぞ。これってあれ何すんだチーズ。あれ何チーズ、これなんつんだろうね。あのよくステーキとかのクワトロチーズ、うん、4つ入ったチーズ。クワトロはそうだね。あれなんて言うんだろう。まずあれ自体食ったことないんだよ。食っ
ってみたいな。ブロックじゃないけどさ、なんか表面を熱でね溶かして、ザーって溶かしたやつをナイフかなんかでバーって。でもあれでも多分5000円とかするの。もっとするよ。新米姉妹の二人ご飯ですよ、乗ってるわ。もっとするよ。ちゃんとあり。調べるのめんどくせえからいいや。おっ、そめ。携帯で調べた方がいい。でもああいうのってやっぱ高級なとこしかないのかな、イメージ的には。いや、普通に買えると思うよ。買えるのは Amazon さんで売ってると思うよ。Amazon さんで。めいっこやないかい。すごい顔してんな。やっぱそろそろね、もう帰ってくるからね。そうね。来週か。来週にメイコは戻ってくるよ。うん、あの5日間ぐらいいるから。がっちりや。だいぶ長いと思う。その顔を覚えてる、うん、この子に。まんまじゃねえか。お気づきになりましたか。え？え？コウメ、ただのコウメじゃない。あの作者が書いてる人と同じだから。あ、そうなの。面白い。藤井風。ということでね、いろいろと話題のものを喋ってみたり、エイペックスの話全然しなかったな。そうね、瞬殺で終わりましたよ、ね。瞬殺。エイペックスは、オルタネーター RE45 PT-20 モザンピークが強くなりすぎて崩壊した。エルスターは新しく出たが日の目が多分あんまつかない。まあそれを拾いたいんだが拾えてないんだけど。俺エルスターあったら基本的に俺が取ってる。エルスターは何、マシンガン、何、連射系、連射系、ライトマシンだけど連射しすぎるとオーバーヒートする。あーていうか大前提さ、ライトマシンガンって全部そういう武器なんだけどね。タイタンフォールにあった武器、あった武器。え、タイタンフォール2ってさ、うん、初めて知ったけど、あれレースのあれあるんだ。あるよ。あれを元にしてもまんまったんだって、うん、俺はそれを見てさ、やってみたくなっちゃった。まあただ多分もう人いないだろう。いないよ。言うなって。フェーズシフトはもともとタイタンフォール2にもあった。そうだね、あれまさにあれもあのダメージくらい大丈夫。うん、ただ本当に周りとか見えなくなるし。ああなるほどね。あとオクタンのあれはあの傾斜もあるよ。あれ興奮になるから俺も。いや、エイペックスやってからタイタンフォール2ちょっとやってみたいなっていう気は出たけどね。ドームシールドに関してはタイタンが降りてくるとき出てくる。そうだね。ああそっかそっか。小型化になったってだけ。そうだね。あ、そういうことか。だってあのよく BGM のところ見たんだけど、ちゃんとICN とか書いてあるし、あの舞台とか軍の名前とか。じゃあおってつながりあるやんって。普通にじゃあもうほんとタイタンフォールをやってた人からすると興奮するところは結構。だってタイタンにある武器だもん。そうだね。俺だからさ、比較動画上がってて見たけどさ、へぇーってこうちょこちょこ名前違うかったね。でも R301 が確か違うかったような気がする。うん、 R201 とか。あ、そうだね。過去のやつにやってたり、それがなんか改良されたみたいなのがてきて。オルタネーターみたいなさ、オルタネーターとかオルタネーターもあった、あった、あった、うん、オルタネーターみたいな。まんまオルタネーターだったけど、オルタネーター超強かったもんと思って。あっちの世界じゃん。あっちの世界めちゃくちゃ強い。あのオルタネーターさ、俺からするとさ、すごいヘイローに出てくる順に似てんだよね。あ、まあ、初期のね。あの形で。でもね、こう、でもヘイローのやつって、確か上が細くて、真ん中が、あ、じゃあ上が太い、下が太い、真ん中が細い銃だよ、確か。違う、あの、俺が言ってんのは、あの、敵のエイリアンが持ってる銃。それがそうだよ、確か。じゃあ、こんな、こんな銃あったよ。ブーメランだったっけ、そんなに。ブーメランみたいな銃あったよ。あったけども、多分、オルタネーターに近いオルタネーターじゃない、オルタネーターだね。オルタネーターじゃないかよ。なぜ？まあ、ヘイローやったことある人ないよ。まあ、XBOX がメインだったから、あれ。ワンが一番面白かった。ワンが一番面白かった。プレステ4だったからな、俺は昔から。俺ら XBOX360 からまともに入ってからのプレステ4だ。そうだね。まあ、なんてだってバイオ5がやりたかっただけなんで。バイオ5がやりたくてね。さあ、ということで、今回のラジオね、フリートーク祭り大感謝祭。まあ、ダメにはこういうのでいいでしょ。ダメにはってか、ずっとこんなんだけど。でもいいでしょ。でもなんかこういう感じでいいと思うよ、我々は。うん、うん、なんか縛りよりかはさ、なんかこのはっちゃけ出る方が我々じゃない。そうね。たまになんかさ、あーたまに間違いなくない。でも次回60回なわけ。そうなわけ。なんかしてえなと思う、ね、分かったよ。うまくはだろ。そのいわゆるあれでしょ。お前はラジオ向きじゃねえな、さっきから。人が話してたら急に話し始めたりとかしたり、写真で見てこれってさ、やっとって話カットするんだから、俺が結局一番ラジオをやろうって半分以上言ってた人が。そうだよ。じゃあ次回の60回はじゃないか、ネルさん主導権握っちゃうんじゃない。これはワンチャンありますよ。一人だけでずっとしゃべる。俺ら後ろだよ。
ってやった。ずっと俺ら村の人。はあ、それはそれでうぜえな、ずっと一人だけポーンって言ってうぜえ激うざまついや、懐かしいね、お前とやめろよ、携帯で笑わせるのポーン懐かしいけど、もうあれ以上笑ったのない誰もね、懐かしいね、どんちゃんのあれどんどんつけずにもうあのね、棒が刺さってうーんって変わってんだ、確かに面白いさ水分補給を忘れね、ちゃんとする忘れないね、ベニワイズね、あれね、俺ずっと好きですよね、なことがありました、なんかとかね、ストップオールウェザーにね、いや、しげさんしげさん、すぐおばあちゃんになるね、しげさん、毎回すぐおばあちゃんになる、時代のダッシュでもおばあちゃんになってたわあったな、ケチケチしげこのっていうのがやってたからね、昔ね、最近やってないと思う、関係でやってほしいな、カンキリ俺好きなんでね、ジャッキーチェーンと一緒にやったカンキリ、ジャッキーチェーン上登っちゃったもんだから、そうカメラマンが置いてみたから上下からもう見えるじゃん、でこう上にこう走っていったらさ、ジャッキーチェーンそこから降りてんの、あーっつって悔しいやつさ、さあさあ、さあということでもうそろそろやめましょうか、はい、ね、報告的には、まあ毎回ね投稿してると TikTok とか Twitter、 まああと Twitter 共有アカウントでね、今普段のね日常のゲームを投稿してたりします、そうね、とかしますので、次回60回は何かしましょうか、そうですね、そろ、ね、今週考えよう、そうだね、どんなことを60回にするか、これ大事でございますか、何をするかでございます、100人の時はもう俺らオーストラリアにいるかもしれない、そこまでね登録者数伸びてればいいね、残念だったさあということで、次回60回でお会いしましょう、リクテンとお子さんとメルとミキでした。はい、さよなら。バイ。